今回もエルデンリング続きの方やっていきましょう。はい、今回はもう初手からね、ライカードに行きます。まあ、火山岩イベントはまあ、ほぼ全部やってあるはずなんで、まあ、いよいよ、ライカードを倒しに行きましょうか。まあ、せっかくやからタニスさんとこから行こうか。あと、それからさ、これバグなんか分からへんねんけど、まあ、例えばあの、戯曲のレイピアを、まあ、氷派生にするやんか。ほんならね、ほらあの、右見てほしいねんけど、赤い腐敗がゼロになるんですよね。で、それ前回気づかずに使ってたけど、これは使用なんかな。まあ、とりあえずね、でも出血やったらつくんですよね。まあ、なんで出血で運用してますけど。今回のライカード戦は、なんかどうやらストームルーラーみたいな武器があるみたいなんやけど、そいつはね、まあ、使いたくないと。いうことで、このゲス流派で攻めようぜ。よし、そんな連れてってくれ。連れてってくれ。まあ、それがお前の、あれやったやろ、望みやったやろ。まあ、いろいろやってもらったしな。いろいろしてもらったし、あと、ドラヤスの剣もあるからな。それじゃあ一丁やっちゃいましょうか。なんか毎回目閉じさせられんな。徒歩？ほらもう明らかそうやん。いや俺ここまで徒歩で連れてこられたん？徒歩で来れる距離ではないけどな。まあおっさん呼ぶか。いやちょっといいかソロでやろうぜ。せっかくやから。うわ、すごいな、ここ。なんか奥に偉いな、あれ。でっかい、なんか、げんこつあれ。これがそうか。やりや。てか、これあれやん。無名の王の、やりやん。うわぁ、ちょっとこれ待って、マグマで近寄られへんの、じゃあ。ほいだら、あれがいるやん。炎竜院のタリスマン。よし、頼もう。これが大蛇なんか。神ぐらいの大蛇。なんか腕生えてますって。あ、こいつ結構動く。なるほどな。熱いか。はい、はい、はい。でも思ったほど硬くない。何がお前槍がないと倒されへん。あ、これちょっと、確かに槍ないときつかもな。何が槍なかったら倒されへんねん。いや、普通に強いぞ。槍使う使わん関係なしに。うわ、セキロやん。ちょっと顔かっこいいな、この蛇。イケメンやん。いや、これ余裕で死ねんな。ただ、ディアロスシリーズのおかげで、防御力は上がってる。いや、こいつ結構なんだ、この、移動速度速いな、お前。見た目の割に。いや、強。よ、またあったな。何にも言わない。気候サラバダーについて何にも言えへんやん。もしかしてさ、蛇やから毒腐敗なれへんとかあんのかな。ちょっと毒腐敗になるかだけ試したいから一回おっさん召喚いっといて、出血は通る。いった。出血通ってるけど、これ毒入らねえ説ある。なるほどね。これ普通に素でやるとなったら相当強いぞ。でもやれるやろ。そう、やれるようになってんね、フロムのゲームはな。いやー、あのダクソ3にあったキリが欲しいね。あれも確か HP 割合で継続ダメージ与えるっていうすげえ強い魔法やったから、あれがあったらな、いけるわ、間違いなく。あ、毒腐敗入ってるわ。入る入る入る。結構なダメージが継続的に入ってます。やっぱ毒腐敗超強えわ。マグマめっちゃ飛んできますやん。これ絶対第二形態あるんよな。これまだライカードじゃないんやろ。これ中から出てくんねん、ライカードが間違いなく。いや、これはね、前哨戦なんですよ。間違いなく。ここに来て神ぐらいの大蛇をやって終わりってわけは絶対ないもん。あつ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 。半分半分。半分切りましてるけど。これ、半分切っても変わらんってことは、HP0 にせえへんかったら、変身しないんかお前。じゃあ絶対変身もある。なんか来るか？あ、ただ縄張れもありか。あ、とりあえずあれや。HP0 にするとこから。そっから、そっから全てが始まる。うわ、なんやねん、それ。ここに来て新技、こいつ普通に強いって。いや、ドクラね、やっぱ耐性はあるんや。さっきおっさん二人で殴ってようやくやったもんな。それ強いね。いや、顔見ラボレアスみたい。こいつ距離取ったら逆に危ないな。あ、いた。こいつにライカードをやるから食べさせたってことやんな。自分自身で食われたんか。え、なんか急にインファイトやん。こいつなんなん？先と全然違うねんけど。あ、じゃあ話と違って。やはりおっさんか。これってあれなんよ。実は召喚した時に俺が装備してるもんが反映されるから、
おっさんの方には大じゃがり持たせんのありかもしれん。おっさんに大じゃがりで俺は特攻するみたいな。よし、もう離れよ。あー、今んとこ逃げれてたらよかったって、絶対に。ほんならちょっとここで戦技調整して、やっぱ猟犬ステップやわ。これがほんまの暴れん坊将軍か。こいつ指輪してる、なんか生意気に。貴様がよくもゾラヤスを、お前がゾラヤスを苦しめたんだな。なんかマグマの範囲が広くなってる気がするんですけど、どこまで逃げんねんこいつ。やばい、味しめやがった。なんか邪魔なやつあんねんけど、なんやこれ。こいつ逃げ込みやがったか。この辺の障害物壊せよお前。そうそうそう、ナイスナイスナイス。言うこと聞くな、俺のポケモンやお前。これがやばい。これしっかり受けて、猟犬ステップなら簡単に避けれる。こいつもしかしたら傷口みたいなとこ弱点なんか。やばい、殴ってくる。いい。ほな、おっさんにだけ、俺のコピーのおっさんにだけ、大じゃがり持たせて、俺は、このゲス流派で特攻っていう。その流れ、どうや。だからこれを装備するやん、まず。で、装備した状態で、呼ぶやん。ほな、おっさんの方は、大じゃがりを持った状態出てくるんやん。俺はここで、さっきのゲス流派に戻すと。まあ、おっさんは大じゃがりを持ってるけど、俺はゲス流派のままっていうね。まあ、おっさんがその、ちゃんとやるかわからんけどな。直で殴りに行きそう。おっさんのことやから。なんかすごいダメージ取ってんな。やっぱ、なんか普通に殴っただけでダメージ出るもんなんかな、あれって。おさしいんだ。おい、あいつ肝心なところでいつも死ぬって。あとワン出血なんだ。もういい、もういい。お、倒した倒した、オッケー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 。でもこっからやろ。さあどうなる。この蛇は何、もう抜け殻なんか。うわ、なんかめっちゃ生えてるって。え、こんにちは。いや、えげつない見た目してんな。良いではないか、良いではないか。指多いね。なんか剣出てくるとかじゃないやんな。うわ、それはもうオロチマルやって、お前。うわ、そこまでもうオロチマルやったら、もう、お前はオロチマルに名前変えた方がええわ。めっちゃなんか気持ち悪い剣出てきた。でもいいな、このデザイン。こういう気持ち悪さ俺めっちゃ好きになる。お主。おう、家族か。お前も家族だ。チュじゃ。なんか心なしかバイオセブンのジャックに顔似てるんよな。お前ジャックやったんか。お前も家族だ。間違えた。あ、痛い。いや、これは、いけるかな。そもそもエストが足んねえと思うわ。なんか、そもそも、なんか殴れないっすね。あ、そもそも殴れねえっすわ。トゲだトゲだ。そもそも殴れねえわ。これほんまにあれか。大じゃがりじゃないとダメージ通れへんのか。オッケー、もう、大じゃがりでいくか。第一形態だけ倒せたらもう、なんかもう満足やわ。それにさ、大じゃがりも見たいやみんな。だからとりあえず第一形態はおっさんなしでやろう。これどういう感じなんそもそも。ちょい。あー、なるほどな。あー、でもそんなにじゃない。えい。あ、でもすげえひるむんか。うえい。あ、二連がある。あ、なるほどな。こうやって、二連目の方がでかいんか、ダメージ。えい。これめちゃくちゃかっこええな。どうせこいつとの戦いだけでしか使われへんやろうけど。はい、ひるめ。いや、これ普通におもろい。で、二連目がでかい。5000とかダメージ出ちゃうもんな。でもちょっと FP 温存せんかったら、これきついな。あー、これ熱い。でもこれ使っても強いわ。普通のボス並みに。あー、絶対食らったと思った。天の村雲の剣。ういえ。やばい。もう、硬直狩りはやばいって。
終わってくれ。いや、そんな後出しやん、お前。えぐいって、そんなん。さっき、おっさんなんかさ、普通に、なんか素手殴ってダメージ出しとったやな。素手殴ってもええんかな。いや、完全に後出し。お前、俺が今買ってたって、じゃんけん。むちゃくちゃしてくれ。ハンマユージローやん、お前、それ。この世には、矢をも切り裂くハサミがあるということをとか言って、チョキでグーに買ってくるぞ、こいつ。お前もバキ呼んでたが、ないわ、もうおっさん呼ばれへんし、負けよう。もう負けしかないわ。お、なんか通常攻撃でもなんか出るやん。あ、1、2、3でなんか3撃目でかいんやん。このままさ、飲み込んだらええのにな。お前など食わんってことか。神じゃないから食われへんのか。こいつ神しか食えへんねん。好き嫌いしてあかんで、お前。大きくなられへんで、お前。三発目がでかいやん、多分。いったいったいった。あつ、おー、激浪激浪。あれ？普通の弱攻撃めっちゃリーチあると。普通に届くやん。じゃあ別に俺じゃんけんやる必要ないやん、お前と。ズルばっかしてくるお前とじゃんけんやる必要ないやん。いや、お前が小学校の時同じクラスじゃなくてよかったわ。絶対あれやもん。こいつおったら誰もみかんゼリー食べられへん。給食の。いや、普通に届く。これイコロス真相やん。13キロや。あ、届く届く。めっちゃ、俺はすごくなんか無駄なことやってる。もっとあれなんやな。応用の幅が効く武器やったんや。3発目 !3 発目4000。これ使っても普通に強いから、いいよね、もう別に。使っちゃっても。大蛇狩り使わず倒すチャレンジは2周目とかでもよくない？ 2 周目かまた魔術縛りでやるとかさ。ほんで、トゥゲダーな。あ、さすがに届かねえ。リーチガイや。いや、で、早っ。おっさん何それ、ジャンプ攻撃そんなんなの。でもここに来てエストが切れていく。何これ、なんか上がってった。うん、よう動くやっちゃなこいつ。見てこれ、足まで生えちゃってるやん。打足やでそれ。いや、勝った。ほんで、いや、いきなりタゲ変えてくるし、なんかすごい天気荒れになってきたな。今日雨降る言うとったっけ。何あれ、アドラバーストや。いやー、でもこれ楽しいなー、これ使うの。大蛇狩り無限に使わしてほしい。なんかしてくる、やばい。あっちあっちあっちちょっと待って、なんか骸骨振ってきてる。やばい、俺 G ルート来ちゃった。いや、これ G ルートや、ほら G ルートや。俺いつの間に G ルート入ったん？見え、見え、エフェクト派手すぎるって。やばい、G ルートや。来すぎやって。無限に来るやん。なんか、すごいことしてる。エグいの来る。あー、前に来るやつな。エクスカリバーや。な、曲エヴァンゲリオンみたい。いや、また曇ってきたな。また天気悪なってきよった。いや、それここまで届くんげーい。のこのなんか G ルートさ、当たる直前で止まってくれると思ったらそんなことはなかったわ。止めた！結局3しか瓶残らんかった、やばい。でもな、3瓶あればなんかいけそうな気はすんねんな。この初手のこれ強い。これが強い。いや、これはでもおもろいぞ。この大蛇狩りがすげえ楽しい。面白ボスやん。ああ、勝ち上げあったんやな。なんか初めてさ、デモンズソウルで、あれ、ストームルーラー出てきた時のあの興奮を思い出すわ。え、天気が悪くなってきましたけど、これ戦技いっちゃう。いや、勝ち上げまでやらしてよ。でもこれ戦技チャンスやけど、そろそろ G ルート入るからな。無限にこれやってるだけでよくない？ライカードは。で、こっからG ルートな。ちょっと俺余計専念しますわ。で、この下のマグマのとこから出てくるって古流の技みたいなのやってくるから、俺さっきマグマを食らったんか、下から来る。このドクロ自体はやっぱり直前で止まって爆発する性質があるわ。だから、普通に避けてればまず当たらないわ。音楽もいいよな、エヴァンゲリオンみたいで。なんか、2号機がザ・ビーストなりそうな曲流れてるもんね。いや、でもちょっと余裕やったな、これ使ったら。終わりだよ。お疲れ、ライカード。楽しかったよ。すい。もう、最後やから。もう、使えなくなっちゃう。あ、もう使えなくなった。これ死んだ瞬間使えなくなった。何者も我を利せられぬ。
蛇は不滅よ。絶対日本語ボイスこんな感じだろ。トゲじゃ、トゲじゃ。バカにしてるやろ。おもろかったし、慣れるまで普通に強かったね。いや、マジでおもろいボス戦やったわ。後出しじゃんけんのところだけなんかちょっとストレス感じたけど、あれはまあ俺が悪かったってことやな。オッケー、じゃあタニスに話しかけに行くねんけど、ゾラーヤスどうなんの？てか、ディアロスがいなくなってるぞ。タニス、ベルナール、パッチしかおらん。終わりまして。It's true then. You've defeated... それが狙いではなかったんですか？ああ、そういうことか。王の逃げにしようとしとったんか。You have taught us that. Defeat is not the end. よみがえるんやん。And will one day rise again. Stronger. Until then, I must... まあ、黄金獣と戦うためによりライカードを強くしようとしとったってことか。I will leave the volcano manor. まあ、どっか行くんやん。I suggest you do the same.I will miss these encounters. いや、俺の家にするわ。ここ俺ん家にしていい？俺のこと好きやったんや。This is farewell. Perhaps we will meet again. じゃあな、またいつか会えることを願っているよ。まあ、なんだかんだタニーさん自体はええ人やからな。よし、今日からここは俺の家な。お前出て行ってくれ。俺ん家やから。So...この殺したの字がなんかちょっと違うな。Strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the volcano manor. いや、ここ俺ん家になるから、これから。Though we may yet fulfill an old. 古い約束？ We hunted our own kind.何古い約束って。And with everything in hand, the time has come to rise against the Earth Tree. まあ、じゃあ解散なるけど、それぞれのメンバーがそれぞれのやり方で黄金地と戦うってことか。これ多分聞いてないよ、大いなる石。Inheritor of my brother's will. 友って誰？ Fall to my blade. We refuse to become your pawns.Consider this fair warning. ああ、こいつもともとまっとうな遊び手やったけど、仲間が死んでこうなったってことか。まあ、それ多分聞いてないって。んで、報酬は何や。感謝を。ジェスチャーかいな。で、パッチ。お前はどうすんの。火山が解散やん。お前も死ぬか。じゃあお前は今まで俺が何度も王になるところを見てきてるやろ。俺ん家やって。お前も冒涜的野郎ではあるけどな。風天ってどこにあんの？狭間の地ではないよな。お前んとこは変われんくなんのか、アイテム。じゃあその前にさ、この辺とかちょっと買うとくわ。まあ、あとは別にいらんかな。うん、もらうももろだしな。ほんならお前達者でな。うん、お達者で。じゃあな。元気で。最後にお前を殺してやりたかったが、ここはね、あの、不戦の協定が結ばれてるから、てめえを殺すことはできねえんだ。あ、ゾラーヤスいない。おお！うわ。まだ復活する言うとったもんな。え？あ、タニス。Our lord's carcass is vast and not easily consumed. Dear Rykard, please find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. どう頑張っても多分お前の中には入らんぞ。